き替え券っていうのがあったって言った？あ、これ？あ、ナノ！あ！あー！いたー！なんか使いづらいと評判のアップデートで強キャラになったの。ちょっとやってみます。まあ、攻撃力がそんなに強くないんだったよね、確か。このパターン、私方向決めるの得意じゃないやつだ。ひらめく星。まあ、自分のやつを強化しておくのがいいでしょう、まずは。あ、ちょっと使ってみよう、これ。あ、すごーい！じゃあ、敵だね。攻撃力が、そんなないな、もしかして。序盤で結構苦労しちゃうキャラクターなのかな、もしかして。要は、レベル上げてからが強くなる。そう、そういうことだね。アンキモー！アンキモー歩いてる！アンキモー歩いてた！かわいい。アンキモーでも自由じゃない、なんか。星のサイズが 20% ちょ、でかっ。よし。あ、星の数3つ。え、すごい。アイドルヒーリング強いとみんなに聞いたので、一気に強くなったな。あ、すごい、火力がすごい。あ、覚醒させとこう。じゃあ、敵だね。アンキモが敵に見えちゃう。わかる。あ、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。あ、やった。攻撃がヒットした、マーキングされた、倒した敵の 30%。 あ、ほんとだ。じゃあ敵だね、上げていかないと。あ、いいね。なんか火力が強すぎてまた立ち止まってるだけで良くなってきた。あ、すごい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 。あ、でもアンキモもいいな。アンキモ、え、アンキモの数は増えるの？あ、アンキモは増殖するものってな。アンキモの動きランダムすぎてちょっと面白いんだけど、ちょっとアンキモ何やってるんだ、ちょっとどこの敵を倒しに行ってくれてるんだろう。あ、アンキモはアイテム回収に行ってくれてる。あ、なるほどね。ありがとう。本当だ、拾ってくれてる。じゃあ遠くのやつ拾ってきてね。よろしく、アンキモ。この時点でこんなに火力強いの、強強では。え、強くないか、普通に。序盤がきついすぎるだけで、序盤さえ乗り越えたら強いな。強いよね。いいよね。来た！はい。ぶつかってる？やった！回復いいじゃん。ね。回復いい感じだ。回復があれば私向きなんだ！ね、私のさ、わざとの相性悪くないか、これとの相性。あ、いや、いいぞ。アンキモが止めてくれてる。アンキモがいたから固定されてたってこと？来るなって。なるほどね。ボディーガード君になってくれてたのね。すごいパワーがある。いや、もう回復の安心感があるっていうだけで全然違うよ、やっぱり。いけ！わおわおわお。え、ところで自分の固有技をレベル上げたいんだけど。え、もう全部マックスになってる？え、じゃあ敵だね、マックスになってた？あ、固有は3まで。これ以上強くなったらやばい。まあ、それはそう。これと、これか。いくぞーん。うわ、ちょっと待って。どうなってんだこれ。情報量がすごい。どうなってるかさっぱりわからないけど、いいね。最終ラッシュ。そっかそっか、これラッシュか。こんなに賑やかな画面ある？アメちゃんが来た。いい調子だよ、いい調子だよ。いける？当たってる？